どうも、セイラです。いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。今回の動画では、周りの人があなたに惹かれていく一番の理由というテーマで解説していこうと思います。あなたの周りには、この人に惹かれるなとか、この人好きだな、かっこいいなと思える人がいますか僕は結構そういう人がたくさんいて、本当に尊敬しているんですけど、そういう 人を無意識にどんどん引きつけてしまう人ってやっぱいたりするわけですよねそんな無意識に人を引きつけてしまえる人ってやっぱり根本部分に共通点があってたとえ具体的なやっていることが全く異なっている場合であっても共通しているポイントが必ずあるものなんですね実際僕はそういう人を引きつけていくかっこいい人たちとたくさん話をさせていただく中で人を引きつけるポイントっていうのが見えてきてて 僕自身もその要素を大事にしながら生きようと努力しているところなんですよねなのでそのポイントをこの動画でもしっかりと話しておいて僕と一緒に日々自分の魅力を高めていける仲間をですね、まあ、募集していこうかなというふうに思っているんですよね、まあ、この動画をねしっかりと見ておけば他人が自然と自分との時間を楽しみ始めたりだとか居心地がいいなっていうふうに感じるような存在になっていけるヒントが得られると思いますのでぜひ参考にしてみてほしいなと思います では早速どういう人に人が引きつけられていくのかについて考えていきましょうあなたは普段どのような人と一緒にいると楽しい気分になったりこの人といる時間は特別だなっていうふうに感じるでしょうかおそらくですがそういう感情になる時って楽しさを感じている時なんじゃないかなと思うんですね やっぱり一緒にいると泣きたくなるような人とは一緒にいたくならないものですし毎回自分に暴言を吐いてくるような人とも距離を取りたいと思ってしまうものだと思うんですね。あと何よりもその人自身が全然日常を楽しんでいないっていうふうになるとやっぱその人といても楽しくないじゃないですか。仕事をしている時も全然目が輝いていない。ああ、早く仕事終わらないかなみたいな顔をしながら働いてるてそういう人全然キラキラしてないですよね。やっぱ楽しくその人と仕事はできないじゃないですか。 つまり僕たちは常に一緒にいて楽しい時間を共有できる人のことを魅力的で一緒にいたいなっていうふうに感じるということなんですよではそういう一緒にいて楽しい時間を共有できる人っていうのが普段からどういう意識で生活しているのかっていうことを考えていきましょう一緒にいて楽しい時間を共有できる人って目の前の出来事を全力で楽しんでいる人であり この瞬間をかけがえのない時間だっていうふうに認識している人なんですよねだから目の前のことを雑に扱ったりしないし目の前の人とは本当一期一会のような精神で向き合おうとするんですよね全力で目の前の出来事を味わい楽しんでいく生き方をするんですでも逆に全然魅力的ではない人ってその一瞬一瞬を生きられていないんですよ 明日、上司との飲み会があるんだよなとか思いながら目の前の仕事をこなしてしまっていたり、スマホをいじりながら相手との会話をしてしまっていたりするんです。目の前の相手をないがしろにして、目の前の仕事をなあなあでこなして、自分の明日であったりとか、自分の過去にばかり意識が向いてしまうわけですね。そんな状態って、全然今この瞬間を楽しむことってできていませんよね。多くの場合、 人生を楽しむってことを考えるときってどこかから楽しさを引っ張り出してこようとしてしまうんですよね。ディズニーランドに行くから楽しいとか旅行に行けるから嬉しいとか彼女彼氏がいるから幸せ楽しい生活ができるとかそうやって外側から条件を引っ張り出してくるっていうことが楽しさにつながるんだと勘違いしてしまうんですよ。でででもそうははないんですね本来世の中には 楽楽ししいいいいこことととか楽しくなななんんていう区別はないんですよその現象を楽しいと捉えている自分と楽しくないと捉えている自分が存在しているだけなんですねつまり人生を楽しんでいる人って楽しいことをたくさんしている人ではなく楽しく生きようとしている人っていうことであり楽しい方を選択することができる生き方をしている人ってことなんですよ このように物事をそのまま楽しく調理してしまえるみんなが楽しくないって思ってしまう出来事でも自分はその出来事を楽しく見ることができるそんな状態の人にどんどん魅力って付与されていくわけなんですね魅力的に周りから感じられる人って楽しさを見つけ出す能力がたけている人のことなんですでは普段から僕たちが何を意識していくことが大事になってくるのかっていうと 毎日を神話にしてていくってことですどういうことなのかと言いますと例えばあなたは今日朝からどんな生活をしてどんな出来事を経験してどんな感情が生まれましたかもしかしたら朝から上司に叱られて嫌な気持ちになったかもしれないしもしかしたら朝寝坊をして焦って家を出たのかもしれませんただ確実に言えるのはそこにはあなただけのストーリーがあったということです あなたしか経験していない出来事がそこにあるっていうことですね。そして、このストーリーは、あなたがどの角度から解釈を入れるかによって、プラスにもマイナスにもなっていくってことなんですよ。この時、楽しい選択をできる人というのは、自分のストーリーをプラスに彩っていくことができるんです。例えば、もし朝寝坊をして会社に焦っていったんだよっていう出来事を経験したのであれば、朝寝坊をした時って、 本当に余裕がないんだなっていうことを感じることができたりもするわけですよね。見る視点によっては。僕もよく朝寝坊はするのでよくわかるんですけど、やっぱり朝寝坊をして時間にも精神的にも余裕がないっていう状態になると、他人の気持ちを考えたり、他人の状況を冷静に理解しようとしたりっていことができなくなるんですよね。だからやっぱり自分から発、発される言葉っていうのも態度も、 やっっっっぱししいいい感感じじににななちゃうっていうかもうててかきつい感じになってしまうんですよねだからなるべくある程度自分に余裕のある状態を意識的に作っていくっていうことが大事になってくるわけなんですけどこのように出来事をですよ、ね、学びの視点とかから見ていくことによって自然と自分の生活の中で教訓が生まれていくわけですよ。 朝寝坊をした結果自分の余裕のなさに気づき余裕を持つことの重要性を学ぶことができたっていう1つの学びになるるエピソードが完成すす。わけです人はやっぱり失敗をしたり自分が実際に体験したことによってああこれやっちゃダメなんだなとかああこれはちゃんと反省しなきゃいけないなっていうふうに学べるものなんですよね。 太ったから痩せようと思えるじゃないですかでも太ったで気づくまでは痩せようとは思わないですよね。こういうふうにやっぱ僕たちっていうのは実体験によって自分のストーリーっていうのを進めているわけなんですよねで。そういうふうに解釈していると朝寝坊したことっていうのはただのマイナスな遅刻のエピソードではなく自分の人生を良くして人に話すこともできるような教訓ですよね。そういったことが得られた出来事に進化していくわけです。このように まるで神話を作っていくかのように自分の日々の出来事を角度を変えて教訓に変えていくっていうことをしていくのが大事なんですよねすると自然と無駄な瞬間ってないんだなっていうことが分かってきますしそうやって瞬間瞬間をかみしめて吸収しようとしている姿に人は魅力を感じるものですそしてそういう実体験から話される言葉だからこそ 周りも耳を貸しててその言葉に感化されいいくとうことなんですね周りを惹きつける人って何をしているかではなく何を見ているかっていう部分が他とは違うものなんです物事をより楽しくより味わい深くより学びになるように咀嚼して何度も何度も噛みしめて大事に堪能できる人なんですよあなたは普段物事を雑に扱ったりその瞬間瞬間をマイナスな解釈してしまっていませんか 見る角度がマイナスな位置になにっっててしまっていまいせんかもしそのような状態ならぜひ今回の話を参考にして毎日を神話にする意識ですよねこれを大事にしていってもらえたらなと思いますちなみにこういう神話を作って自分の人生を再定義していったりだとか人に話すのがめちゃくちゃ上手になるために絶対に覚えておいた方がいいのがストーリーの作り方なんですねまあストーリーの型と言ってもいいと思います 人ってみんながそれぞれ自分のストーリーを歩んでいて一人一人が過去から未来に向かって大きな神話を作っているわけなんですよでも多くの人はその神話を短期的にあれは悪い出来事だったよねとかあれはもう黒歴史だよねとか自分は不幸だよねって言ってマイナスに見てしまうものなんですねでもそういう解釈をしているとどんどん人生を損する方向に進めてしまうことになるんですよ 僕のラインコラムではそういったマイナスな解釈にのまれずにしっかりと長期の視点で前向きな生き方ができるようになるストーリーの作り方であったり考え方の方法っていうのを紹介しています非常に自分の人生にとって有益でどんなポジティブシンキングの知識よりも生きた知識というか 自分とでも当てはめやすい内容になっていると思いますので、うん、ぜひ動画説明欄から参加して読んでみてもらえたらなと思います。ってことで、今回の動画では、周りの人があなたに惹かれていく一番の理由というテーマで解説させていただきました。周りから惹かれていく人は、物事を楽しくプラスの方向に解釈していける人であり、その解釈をしていくために日々意識するべきことが、毎日を神話にするって意識なんだよってことを解説しました。 まずは出来事を学びの視点から見てみるとか何か本であったり僕の他の動画の知識っていうのを一日中大事にしながら過ごしてみるっていうことをして自分の視点が変わればどれだけ日常の見え方って変わってくるのかなっていうことを実感してみてもらえたらなと思いますぜひみんなで自分の人生を明るい方向に変えていきましょう ってことで、今回の動画はこの辺で終わりにしておこうかなと思うんですけど、このチャンネルでは自然体で愛される人になっていくための知識を人の心理やパターンを分析するっていうことをしながら解説しています。僕の理想は自然体で周りから愛されながらも、ただ愛されるだけではなく、自分たちが関わる人たちを笑顔にしたり、心を軽くしてあげられたりってことができるようになっていく状態を目指しています。 自分と自分の周りの人たちの笑顔を作っていけるような人をどんどん増やしていって世の中から無駄な批判とか暴言とかそういうものに傷ついていく人を減らしていくのが目標ですそういうテーマを軸に僕はこれからもどんどん今回のような動画をアップしていきますので僕たちの思いに共感したよとか一緒に進みたいよって思ってくれた方はぜひチャンネル登録をして仲間に入っていただけたらなと思います ではでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。セラでした。ありがとうございました。